やっぱこの時期体調を崩す人結構多いっしょ。あったかいお粥とかね、うどんが食べたいわけよ。ということでね、今回は簡単でなおかつすごい身近にあるものができるもので、お、さすがトミトミ J、キングオブキッチンっていうね、動画。まあ、サムネとタイトル通りなんだけども、ここね、ウーロン茶を使っておうどんを作る。ウーロン茶とうどんってどうなんだろうねって思うっしょ。まあね、そう言われてみると、そうだよな。必要なものはウーロン茶。まあね、別にサントリーでもいいから。いや、俺はむしろサントリーを買うつもりでいたけど、サントリーが売ってなかったんだよ。うどん、ネギ。あったら嬉しい卵だね。これはチャーハンのね、残った卵だよ。ね、非常に簡単だから作るの。ウーロン、あーせいらにこう、この、あるあるだよね。お茶こぼすあるあるみたいな。300、400ぐらい。で、お茶を温める。なんか、普通にお茶を温めてるみたいだよね。あ、忘れてたわ。醤油をね、まあ、気持ち大さじ1杯くらい入れて、かつおだしを、スープはね、できたわけだから、うどんの。簡単、風邪ひいてる人のね、できんじゃねっていうぐらいの、さすがキングオブキッチン。ね、ミキママチャンネルには負けてらんないよっていう。でもミキママチャンネル強えかんな。向こうプロじゃん。俺、ただのキングオブビューティーだから、キングオブビューティーから派生したみたいな。うわ。はい。煮込んでるうちにね、ネギを青い部分を使うから、カッティングするよ。あ、白でもいいや。うどんに火が通ってきたら卵を入れる。これが大事。できまーす。ウーロン茶で作った、うどんいただきます。ちょっと卵をね、失敗点としてはちょっと卵をちょっと固めに茹でたかったからちょっと煮込みすぎちゃったかな。うん、カツオのなんかいつものうどんの出汁とウーロン茶を温めた時の特有のあの独特のあの匂いが、なんかね、すごいね、ウーロン茶とは思えないぐらいうまい。汗とか引いた時にこれ作った方が絶対いい。次は何にしよっかなーってね、考えてる。